学習指導案の作成にあたって特別活動学級活動1学級活動2学級活動3のポイント指導案作成においてまず確認しておきたいことは1枚目を見てわかるように題材の目標児童生徒の実態評価基準を3つの柱として 整理するということです。目標から実態実態から学習後の姿、そのための手立てという構想の流れを大切にしてください。学級活動では、これから指導案作成のポイントについて、学級活動1、学級活動2、学級活動3に分けて説明をしていきます。 はじめに、学級活動1です。学級活動1では、児童生徒が自分たちの学級や学校の生活をより良くするために、問題を発見し、課題を見出し、話し合います。そして、合意形成したことを共同して取り組むとともに、一連の活動を振り返り、次の課題解決へつなげていきます。 その中で、児童生徒の自主的能力が育っていきます。まず、ポイントの1は、外在終了時の児童生徒の姿です。児童生徒の自主的能力を育てると言っても、具体的にどのような姿を求めるのかを、指導者自身が明確にしておく必要があります。 先生方から、議題は何がいいでしょうか話し合うことがなかなか見つかりませんという質問をよく受けます。そのような場合は、児童生徒が生活上の諸問題に気づく力を育てるということに、まず取り組む必要があります。さらに、ここでの取り組みで得た力が、他の教科や実生活にどのようにつながり、 生かされるかを想定して記述してみてください次にポイントの2は児童生徒の実態を具体的に把握するということです児童生徒の学級生活や学校生活特に題材に関わる実態やこれまでの学級活動の取り組みにおける状況などについて記述をします ポイント1で述べた題材終了時の児童生徒の姿とのつながりで実態を見つめると活動における手立てが見えてくるはずです。ポイントの3に挙げるのは指導と評価の計画です。学級会はあくまで一連の活動の計画を立てる段階に過ぎません。ですから、 学級会までに児童生徒に自分たちの問題だという意識づけをするための場や時間を確保することが大切です。提案理由や計画委員会で話し合ったこと、学級会までに考えてほしいことを呼びかけたり、学級活動コーナーに掲示したりするなどで、児童生徒の問題意識が高まるようにします。 さらに、実践後に成果や課題の振り返りを行うことで、成長を実感したり、次の課題に向かっていくなど、実践の継続や新たな課題の発見につなげるようにします。最後に、ポイントの4は、事業展開における評価の観点です。 児童生徒主体の話し合い活動を進めていく中で、B と判断される状況をより具体的に明示していくことが極めて大切です。タイムリーで効果的な指導者の声かけや働きかけはそこから生まれます。学級活動2では、現在の自分の課題を見つめ、 自己の成長のために自分に合った具体的な解決方法や目標を意思決定し自発的主体的に実行することができるように自己指導能力を育てていきますまずポイントの1は指導者の協力です基本的な生活習慣の形成より良い人間関係の形成 心身ともに健康で安全な生活態度の形成、学校給食と望ましい食習慣の形成、これらを指導内容としていますので、用語教諭や栄養教諭、学校栄養職員など、担任以外の専門性を活かした指導者との協力は実に効果的です。 次に、ポイントの2は、題材を学級の実態に照らしてみるということです。学級活動、カッ2については、各学校の年間指導計画に沿って実施します。設定されてある題材名を確認して安心するのではなく、題材に関わって、学年間の系統や、 児童生徒の実態を踏まえながら、柔軟に指導内容に変更を加えることが肝要です。できれば、次年度のために指導の記録を残しておくと良いですね。続いて、ポイントの3は、目標に向かうための手立ての工夫です。多様な意見をもとに、自ら解決方法を 意思決定すするることができるようにします一人一人が事故を振り返ることができるように、具体的な事実や事象を提供する必要があります。アンケートやインタビュー、映像や写真、音声などの効果的活用を考えます。また、自らの実践を設計する上で、 友達の多様な考えに触れることが大切となります。そのためには、対話の時間と場の保証を十分に行うよう設定します。ポイント4、本時の評価については、学級活動カ1の説明を参考にしてください。最後に、 ポイント5は実践への意欲を高める工夫です。本次の授業の中で自己決定した目当てや実践方法が日常生活に結びつくための働きかけを考えます。主体的に取り組めるような自己評価や実践を後押しするような他者評価を考えていってください。 学級活動3では、現在及び将来にわたってよりよく生きるために、自分に合った目標や具体的な方法を意思決定し、なりたい自分を目指すことができるような自己実現を図る力を育てます。まず、ポイントの1は、題材の目標及び手立てについてです。 ここでの学習及び実践が、現在及び将来の生き方を考える基盤となることに留意しながら述べていきます。児童生徒一人一人がなりたい自分に向けて、今努力することについて意思決定をしていく。その思考過程を重視しなければなりません。目当て、振り返り、対話、 という手立てによって個々の考えや可能性を広げ強い決意を持って実践できるようにします次にポイントの2は活動段階や事業展開の過程は児童生徒の活動する姿が想像しやすい設定にするということです事前本時・事後 あるいは、導入、展開、終末などの表記でなくてはならないというものではありません。各学校や指導者の方で適切なものを考えてみてください。続いて、ポイントの3は指導と評価の計画です。友達同士の認め合いや教師の励ましなどが 自動生徒一人一人の目標実現への意欲を高めます。学校の教育活動全体を通して、キャリア教育との関連を考えながら計画していきます。最後に、ポイント4、本時の評価。これにつきましては、学級活動1の説明を参考にしてください。 これで説明を終わります。